それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。1階席の皆様の退場を案内した後に、2階席の方々は少し時間を置いて階段上の扉を開放いたしますので。第1マッチはダブルスです。琉球アスティーダは女真皇周遊、今シーズンは1勝1敗。静岡ジェードは龍崎トンイン、森園正隆、今シーズンは10勝突敗。前回対戦は琉球女真皇ユージアン、静岡龍崎森園で、その時はゲームオールデュースで静岡ペアが勝利しています。今日も接戦になりましたね。そうですね、本当にペアリングで苦しんでる琉球としてはこの勝利は、大きかったと思いますけども、本当前半ラリー戦では、静岡ペアが、主導権を握っていたんですけども、徐々にそのラリーが琉球ペアに出てきて押してましたよね。このガッツですよ。今日は1球目からガッツポーズ、はい、声を出しての女真皇周遊ペアでした。ゲームカウント2対1で琉球ペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。琉球は吉村真春、静岡ジェードは酒井優輝でした。まあ、多彩な吉村選手のサーブ、もうサービスエース何本決めたのかと思うぐらいサービスエースありましたよね。まあ、そして相手に打たせながらこう自分がコースをしっかりついて反撃していくというところは本当にこう老快なプレーといいますか、相手を見て戦術が立てられる素晴らしさがありましたね。第1ゲームは11-5で吉村が取ります。ただ第2ゲームは静岡の酒井が取りましたね。そうですね、このレシーブチキータですね、思い切ってできたので、やはり吉村選手慌てることになりましたよね。第3ゲーム第4ゲームも終盤まではスコアの上では競っていきましたよね。はい、まあ、そこを本当こうタイミングの変化であったりコース取りというところでこうミスをさせますよね。まあ、そして果敢に狙っていくというところのこう噛み合いが素晴らしいですよね。こういった鮮やかなプレーがありました。最後のボールも凄まじいものがありました。はい、もう読み切ってますよね。ゲームカウント3対1で吉村が勝利。そして第3マッチ、琉球アスティーダ女真皇、静岡ジェード横谷城。1月13日の前回対戦では3対1で女真皇が勝って今日の再戦を迎えました。はい、まあ、序盤本当に横谷選手のボールの威力はこう女真皇選手に通じるんじゃないかなと思わせるぐらいいいボールだったんですけども、それをさらにいいボールで跳ね返すこの女真皇選手のこの技術力、まあ、そして対応力の高さが光りましたね。第2ゲーム最後の1回凄まじいラリーでした。第1ゲーム 11-5、 第2ゲーム 11-10、 そして第3ゲームは伊藤さん 11-2 でしたね。そうですね、そのやはりこうミスをしてもその単純なミスを繰り返していたので、まあ、そこはもう少し工夫が、あっても良かったんじゃないかなと感じましたね。ゲームカウント3対0女真皇が勝利。この瞬間琉球アスティーダのチームとしての勝利が決まります。あとは勝ち点4を目指す戦い、琉球は浜田和樹、静岡は森園正隆でした。まあ、流れ的にももう琉球のチームに流れが、そして浜田選手にももう本当にいい流れでこう2ゲーム目で進んでいったんですよね。まあ、この粘りですね。第1ゲーム 11-5、 第2ゲーム 11-7、 そして第3ゲームも 6-3 と浜田がどん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 勝利に近づいていきました。はい、がという感じでしたね。まあ、そこをこう何かこう立ち振る舞い、そういう雰囲気をこう作っていくんですよね。まあ、静かにプレーをしてみたり、ここぞというところで雄たけびというところのこう駆け引きですね。第2ゲームまで浜田が優勢だったんですが、その後第3ゲーム第4ゲームと森園が取って、はい、最終決着はゲームオールデュースでした。そうですね、いや素晴らしいです。
ゲームカウント3対2、森薗政崇勝利、静岡が一矢報いました。チームとしての成績はマッチカウント3対1で琉球アスティーダが静岡ジェイドに勝利して勝ち点44としています。でご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。